テッドストリックランドはアメリカ合衆国の政治家、連邦会員議員、第68代オハイオ州知事などを歴任した。1941年8月4日にオハイオ州ルーカスビルに誕生する。9人兄弟であった。アズベリー大学で文学志望を取得し、ケンタッキー大学で文学修志望を取得。さらにアズベリー神学校で学んでいる。 1980年には、ケンタッキー大学で、心理学の分野で博士号を取得した。1992年に、オハイオ州第六選挙区から、連邦会員議員選挙に立候補して初当選した。再選を目指した1994年の会員選挙では落選したが、1996年の会員選挙で返り咲き、以後は5回連続で当選する。 通算6期目の任期途中の2006年11月7日に、オハイオ州知事選挙に出馬し、共和党候補者のケネス・ブラックウェルを破り当選。任期中の評判は上々であったが、2010年の中間選挙で全国的な民主党の逆風を受ける形となり、共和党の元連邦会院議員ジョン・ケーシックに赤敗し、再選を阻まれた。このため、2011年1月に、 州知事を退任した。2015年2月に2016年の連邦上院議員選挙に共和党現職ロブ・ポートマンの対抗馬として出馬することを表明した。当初は支持率でポートマンに一歩リードしていたが徐々に差をつけられ、最終的には得票率21ポイント差で大敗した。ありがとうございます。